その悔しさはおそらく次の登板に生きるはずです。マルティネスもしばらく投げてないですからね。巨人も先頭が出るとバタバタさせられることができる可能性がありますよね。そこまで持っていけるかどうか、はい、WBC のキューバ代表でもありました、はい、火曜日に合流しましたこのライデル・マルティネスです。全員が今日の小笠原のピッチングを見ています。初球ストライク154キロ。素晴らしい球ですね。アウトロー制球も完璧な、完璧でした。1球が来ました。低めに決まった。これも154キロ。外見逃し、全部ストレート、見事な制球力。素晴らしいですね。あの僕らキャッチャーで9マスで分けるじゃないですか、はい、あのアウトコースの一番下3球とマスが入りましたね。これです。全部このマスに入ってますからね。お見事としか言いようのないこの3球。強い当たり、センター方向、岡林追いついた。ツーアウトです。大会復帰後初めてのヒット、タイムリーを打ちました。空振り2-2、センター方向、岡林下がる、フェンス近いところまで行って取りました。ドラゴンズ9回鮮やかな逆転劇、6-3で今年の開幕戦を取りました。